ちは。こんにちは。今日は私が軟式をラケットを借りてきたんで、ちょっとクノンポーションを挑もうかな。クノンポーションを戦うのは初。初めてです。ちょっとラリーはしたことあるぐらいなんです。まあまあ、勝負っていうのは初めてなんで、ちょっと倒してもらおうと思います。お願いします。はい、これ見ものですね。クドンコーチ VS 戸田バズーカ所持者の戸田コーチのね、の対戦です。はい、じゃあお願いします。お願いします。最初はい、表でお願いします。裏レシーブサブレ、お願いします。これ2ゲーム選手でいいですかね。そうですかね。ドリームチャンスはどうしますか。ドリームチャンスは、まあ使わずに行きましょう。お、使わずにチャレンジしますか。初勝負なんで。はい。ガチンコ勝負。じゃあそれではよろしくお願いします。お願いします。始まりました。いや、あのバックに来るのがねきついんですよね。難しいですね。よく返しました。バック攻めてくるな。結構ね、ソフトテニスのスライス結構厚く当てないと結構。そうですね。お、攻めていった。これチャンスだ。あれ、今のはアウトですか。アウトです、ね、惜しかったですね。あのね、戸田バズーカ出ました。やっぱ相手サーブはね結構苦しいですね。お、お、サーブポイントはなんか珍しいですね。なかなかクドンコーチのレシーブミスは今まで見たことがないです。バックにね攻めてきます。無理じゃかなわない、ね、攻めないと思う、ね、攻めの姿勢で、いや惜しかったな。お、うまくバックに入れていきました。戸田コーチやりましたね。バッチリバッチリ。すまへればな。えげつない怖いのショットでした。
どうですか、今2、3ですね。2、3ですね。さあ、工藤コーチマッチポイント。いやすごい変化だ。工藤コーチやりましたね。危ない場面もあったんですけど、まあ、なんとかチャージを収めることができました。これはやっぱりバックがやっぱり難しいですね。難しいですね。やっぱ球の変化が全然分かんないんで、もうちょっとネットが少なくできればバレたかな。まあ参りましたね。また次回対戦ね、そうですね、してね、またちょっとリベンジしたい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、はい、ありがとうございました。